佐賀県版のランキングでは鳥栖市が4年連続で1位でした。九州の陸上交通の要衝地で、今年6月には九州自動車道小郡鳥栖南スマートインターチェンジも開通しました。福岡都市圏へのアクセスが良く、鳥栖プレミアムアウトレットなどの大型商業施設もあることが評価されています。また県外から一気に2位にランクインしたのは江北町です。佐賀県の中央部に位置する江北町の人口は2010年以降9500人前後を維持していて、県内では鳥栖市に次いで2番目に人口減少率が少ない自治体です。そんなに特徴がないんですけれども、のんびりした治安のいい町で暮らしやすいというような結果になっているようです。町の中心部には2019年に交流施設みんなの公園が整備され、去年は町内外から4万を超える人が来場。周辺では宅地開発が進み、子育て世代の転入も多くなっています。住んでる方々の評価ですから、これからどこに住もうかなっていう方にはぜひ参考にしていただければと思います。